まあ、YouTuber やってなかったですね、私、花尾。おそらく、声優をやっていると思うんですよね。声優、それは、己の声一つで全てを表現する、選ばれし人間のみに与えられた仕事。当然、花尾のような滑らかではない二人は到底できる所業ではない。決して声優を舐めているとかそういうわけじゃないですからね。アニメ歴俺言っとくけど10年以上ありますからね。俺さ、中学校からアニメ見てるんだ。その上で言わせてもらう。声優がしたい。ということで、今回の企画はですね、他の YouTuber の動画、全部俺の声で吹き替えても、バレない説。イェイ。まあ、今回はですね、東海オンエアさんのカードゲームっていうなんか演技系のね、動画があるんですけども、まあ、主に、まあ、徳光くんと哲也くんがですね、閻魔大王の極めの発想、その二人のセリフ、全部俺の声で今から吹き替えていきます。まあ、それをですね、吹き替えたやつをなんかテレビとかで流して、その時に気づかれなかったら、よかったらお仕事ください。お願いします。というわけで、一旦ですね、カードゲームというね、動画をちょっと一旦みんなとね、見たいと思います。こいつはちとやべえな。こいつはちとやべえな。おいおい、そんなもんか。おいおい、そんなもんか。このカードは墓地のカードの枚数だけ、モンスターの攻撃力が上がる。このカードはモンスターカードの墓地の枚数のモンスターカードだけ墓地の枚数が上がる。マジでぶっちゃけ一瞬で終わるかなって思うんですけども、まあそれはそれでみたいなとこあります。まあ一旦全部頑張って録音していきましょう。強いけど喧嘩したやつでムキムキだからな。攻撃、これバレるな。これ俺やん。俺やん。これもう俺はテフだから、俺はテフだから、俺はテフ、俺はテフだから、俺はテフだから、怒り狂ったゾンビを発動。一回聞いてもらっていいですか。僕バージョンはこんな感じです。今度はこっちの番だ。俺はテフだから、怒り狂ったゾンビを発動。このカードは墓地のカードの枚数だけモンスターの攻撃力が上がる。俺の墓地は9枚、つまりゾウイムシの攻撃力は12。ビーン。まあ、こんな感じでですね。でもさ、意外とさ、いけそうじゃない。まあ、ちょっと引き続きやっていきます。次の日の朝です。今次の日の昼に撮ってます。結構後半盛り上がってくるんですけど、聞いてこれ、聞いて、俺プロの息、プロの息足してる。俺のライフは残り2畳、4969畳、7746、9039畳、9800畳、9になった。何て言ってるか分からん、これもう。マジで思いつきで言ったはいいものの、これしんどいぜ。はい、ということで、やっとの思いで完成しました。一回見てみよう、どんな感じか。いきますよ、それではどうぞ。こいつはちょっとやべえな。この時点でなじんでない。俺はテフだから、怒り狂ったゾンビを発動。このカードは墓地のカードの枚数だけモンスターの攻撃力が上がる。見て、ここ、ここのさ、これ見たいな。お茶怒っといて。これ自分で撮ったから、この音も。うん、やれるだけのことやった。いやー、どう見せるかがポイントよね。はい、というわけで、下の実験台のとこに行きたいと思います。本番いきます。逆にこの C 級映画館ぐらいあるよ。こいつはちょっとやべえな。おいおい、そんな画質、ムキムキな体を攻撃。13回以上です。天才動画じゃないですか。せめてお前の残りないから。天才動画これ、頼んで。なんで13回視聴。
2020年2月23日つまりゾウリムシの攻撃力は12。 YouTube バグこれ。ここで攻撃してもいいか。しかも高評価、二低評価ゼロやで。なんでだ、なんでだ。これでお前のゾウリムシと俺の金相打ちだな。メテオ、これでお前のゾウリムシと俺の盾相打ちだな。待てよ、待てよ。待てよ、俺はてめえ。メテオだ。懐かしいな。あのスマブラとかで空中下へやるときにメテオだって言って嫌われてるやついた。おーごめん、スマブラだな。だなそうやって近場すげえ迫力だ。ほんとあれですよ、虎のよかる主。このモンスターこれ調べたらさ、マニールすべてのモンスターの2なの。こいつの本気力は22。なになんかこんな声やったっけ、東海弁って。マジこんな声やったもしかしてこんな空気漂ってます分からんけど1分前ぐらいから気になってたんやけど、はい、死にな。なんか哲也と俊光両方同じ声。哲也の年だって俺がさ、カードゲームで調べたらさ753万再生って出てくるの。でもさ、それ引くさ752万9987回しか再生されてない。はい、俺はデッキから特殊召喚することができる。そしてこいつの攻撃力は破壊されたモンスターの全く訪れしてなくて、これそう、すごないこれ。お前がまさかこんなカードを入れてたんじゃな、最初から俺を殺すつもりだったのか。都市別、ああこのチャーボク男が作った。ひどい。というわけで、はい、東海前の声全部俺ドッキリでーす。いやこれ、いや俺なんか俺 YouTube やる気出たもんな。これをやりきるやつが横にいるっていう。最初さ、2、3分の時になんか13回視聴が気になったけど。そうだ、これちゃんとわざわざ、東海オンエアの偽が作ってるからね、これ。いや僕、たぶん4、5分ぐらいでカード3枚取ろうって言ったんですけど、うん、3日前ぐらいに上からそういう声聞こえてきたなと思って。それは。デルタ弾も結構うまくない。実際いそうだもんな、全然任せて。あその回はしますエクシュレ。この回ではスンが一番の主役やんな、これ完全に。本番いきます。こいつはちょっとやべえな。おいおい、俺の手札から一回狂ったゾンビを発動。このカードは、モンスターの相手の手札、つまり貴様の手札を一枚破壊することができる。これで貴様の手札はゼロ。そうか、このカードを使えるのか。はい、で、力強さ。もう、負けるのは、お前なんだけどな。いいよ、キングオブコントロールコントドラゴンマン。このカードは敵のモンスターが20体以上同時決定されているのに特殊召喚することができる。全ての攻撃力をかけの数字になる。つまりこいつの攻撃力は128兆。さっきのひどいよ、超楽しく。キングオブコントオブコントドラゴンで攻撃。うわー、ヤスリナッツ発動。死ぬつまり、これは威力を高いじゃん。
俺の敵がこのカードを特殊召喚する。いでよキングオブゴッドオブゴッドドラゴン。ゼロ文字したらやばいですけど。ケチなのこのまま上手いかもしれない。確かに。さらに親友との絶縁、親友との絶縁、もともと似てますね。めっちゃ重い。シュダー。でもこれでも HP9 残りますけど。これ昔の動画ですか。結構昔の動画だよ。あれです、16回これ、天才とかですかね。天才数16回。謎の天才。謎の天才。天才動画よ、10日だって書いてあるよ、ほら。2月23日、これ。プレミア公開。本家ちょっと、見てみよう。小野田工場3万。さすがに。2016回ですよ、やっぱり。なんか音しちゃうから。これでお前の残りのライト3だ。俺のターン、ドロー。今度はこっちの番だ。俺は手札からいかに狂ったゾンビを発動。つまりトリプル攻撃力は158兆180億7328万。全然チャラさっきとか。そうっすね、声の盛り替えがなんか違いましたね。確かに。なるほど。俺は手札からいかに狂ったゾンビを発動。気づかないもんだな。このカードは墓地のカードの枚数だけ。もう気づかないもんだな。気づかないもんだ。気づかないもんすね。全然。いやマジで、あの感想するとは思わんかったよ。すごかった。俺もう笑ってたもん、全然ずっと。全然。いや全然なんか似てましたね。似てました。